人事部長ユーチューバーの長谷光です今回ですね先日リモートワーク導入促進セミナーというのを主催させていただきました私は講師をしていたわけではないんですが今回は講師をですね株式会社ニットの小沢美香さんという方にご依頼いたしましてオンラインのみでですねセミナーを主催の方をさせていただきましたで。 本当、まあ、このセミナーをですね主催させていただいて良かったなっていうふうに感じているのはやっぱこのご時世ですねこのリモートワークとかテレワークっていう、まあ、在宅勤務ですね在宅勤務をしていくことができる職種とかできる仕事であればどん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 その体制を作るっていうことですね。 そのまあきっかけになったなというふうに私は思っておりますので特にまあその大企業というよりも中小企業の方ですね中小企業の経営者中小企業がやっぱりテレワークリモートワークをですねどん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 作っていったらいいのではないかなというふうに私はすごく感じます。だかららここのコロナとといいううう有事でですよね平時ではななくくて有事ってっろをうまく利用しながら えーなんね、在宅勤務なりリモートワークなりテレワークっていうことができるような職種や仕事はどん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 リモート化あーテレワーク化をしていったらいいのかなと思います。で、まあ、ほんとこうそのセミナーの中でね小澤さんが言っていたのはその仕事と、えー、いわゆる生活する、まあ、プライベートの部分がですねこれはもう融合していくっていうようなことをですねおっしゃっておりました。 まあ、まさにそれは本当に同感するし共感する部分であります例えばですね今日は四月の二十三日の木曜日です、まあ、例,年例年では普通であればあの、まあ、仕事をしている状況ですよで子どもたちも、まあ、妻も仕事を普通に本来はしていて、えー、子どもたちは下の娘は保育園で上の長男は まあ今小学校ですから小学1年生なので小学校に行ってるはずなわけですよね。だけどまあ今回はもう妻も休み仕事休みで、えー、子ども2人も保育園も小学校もあり、まあまあ、下の子は保育園に預けるのをやめてで上の子はもう小学校、えー、今休校中ですから、まあ、そういうような状況で、えー、午前中はですね私あの上の息子とですね公園に行って えーまあ、釣りりというか魚取りをしたんですねでそれをまあ午前中いっぱいしましたと。で午後からは私はクライアント先とオンラインでの打ち合わせがあるので、えーまあ、妻と子供二2人は、えーまあ、嫁の実家がです、ねまあ、近くにありますからそこに行きました。で私はまあクライアント先とのオンラインの打ち合わせそれ以外のまた仕事をしたりとか、えー、しておりました。 であと、まあ、あの少しね、えー、ちょっとこう勉強勉強ですね、えー、コンサルの勉強を一部2時間ぐらいですかね、えー、してましただから昼間はですね私一人で、えー、仕事と勉強してましたで夕方に、えー、あの3人、えー、妻と子供たちが帰ってきてですねで 私はまあ7時からオンラインセミナーを受ける予定になってましたんでまあ上の子だけを一緒にですね風呂に入れてでまあ一旦その風呂だけは終わらせてですねでまあ私はもうオンラインセミナーに参加するというような状況でした。でまあそれが終わってからえまあ寝かせつけに入る前の ま、歯磨きをですね私がまあこうバックアップしましてですねそれでまあ、えー、9時過ぎぐらいですかね、えー、妻があ子供たちの寝かせつけに入ったとでその後私はあのちょっとあの春風亭一之輔さんの、えー、YouTube での落語を見てそれからまたちょっと仕事を少ししたとでそれからまあ今こうね YouTube 撮ってるというところなんですけどもだからもう 一日の中にもですねプライベートな時間ですねまあ、生活している時間とあとはまあ仕事の時間とですねこれ融合ごごっちゃごちゃゃなんですねまあもちろんこれ職種とかにもよると思うんですけども当然ですねこれ一生くたにできる仕事もあればそうじゃない仕事もあるとは思うんですけどもまあほんとこうね、えー その小沢さんが言ってたようなその仕事と生活というのは融合していくともう本当これはまさにまあなんだろうなあの小沢さんが言う通りにですね私も今やってるような状況ですだからまあなんだろうなこの働き方自体がこういうような状況になっていくんだろうなと。でもう本当これがスタンダードみたいな状況も あのもっともっと加速していくのかなっていうのはすごく感じているところですだからばもうほんと場所も選ばないで働けるような状況も起こってくるかなとまあもちろんですねこれ職種によっては全然できない職種もあると思うんですよ、うん、これはですね、えー、例えばリアル店舗で働いている場合とかですね、まあ、あと今だったら医療現場とか福祉とかですねそういう実際に直接 人と対面するとか直接接客するとかそういう、まあ、あのお仕事に関してはですね、まあ、私みたいな働き方というのはちょっとできないわけですがあの世の中のやっぱりお仕事においてはですね、えー、例えば営業の仕事もそうですし、まあ、間接部門ですね、まあ、人事とか総務とか経理とかそういう部門も全てとは言わないまでもある程度はもうできると。 いうような状況だったりしますよね、まああとネット販売してるまあ会社さんなんかはですねまあ、在宅勤務なんかもできるんじゃないかなとまあ上げればいろいろとですね拾い上げればいろんなところまでこういう仕事と生活っていうのを融合した働き方っていうのができるような、えー、仕事もたくさんあるんじゃないかなというふうに感じます。なので まあ本当こうリモートワークテレワークっていうことをですねうまく活用していくとでこれはですねその働き方もそうなんですけども、まあ、経営者であればですね中小企業の経営者であればリモートワークテレワークをうまく活用していくようないわゆる外部にアウトソーシングするような仕事のやり方あり方もですねどん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 それはあの加速するのかなと思います。だから雇用を しなくてですねリモートワークのサービスでうまくこう会社を回していくようなこういうこともですね考えていく方向なのかなというふうに感じております。はいということで今回は以上になりますぜひ高評価おおよびチャンネル登録をお願いします。